今日はですね、青ネギでございます。はい、青ネギの、消毒ですね。はい、農薬使います。で、農薬をしかも2種類混用で、はい、というのもね、もう見てください。見るも無残に、うん、青ネギの一段低くなってもな、虫に食われて、虫に食われて、もう えげつないぐらい、これ白一文字与党という与党虫だと思うんですけど、はい、それがいっぱい湧いてるので、今日は農薬でやっつけたいと思います。こんにちは。こんにちは、どうも、矢崎です。はい、青ネギがですね、はい、えらいことになっておりまして、です、虫がすごいんですよ。はい、で、まあ、今日はね、その虫を退治しようと、うん、成敗いたす、イエイってことですな。で、とりあえずね、あのこっちに、はい、今の青ネギの状態をね、はい、さっき取ってきました。今日は縦取りで取りました。縦取りでピッとはまるかなと思って。なるほど。いつも俺がキュッてなってるよ。で、まあ、こんな感じでずっとね、パッと見なんかそんなにひどくなさそうなんやけど、うん、こうやってね、よく見ると虫さんがいるんですよ。うん、おらおったおったおった。これあの、この左下のやつピンボケしてるけど、これを一生懸命撮ろうとして、うん、iPhone で同じしてるから会えへんのよ、どこにカメラがあるかとか。うん、で今一生懸命探して、まだ会えへんな。ピントが合いません。ピントというか虫がいません。虫がいません、まあ、先っぽほらみんな虫に食われてやられてる、やられてんねん。ああ、指があった指が、ああこれこれこれを撮りたかったのよ。そのピンボケやけどね、これ多分白一文字与党っていう与党虫やと思うんやけど、うん、とりあえず一文字の線が入ってると思う、ね、あ、なるほど、うん、まあ一応ね、ピンボケでずっと、まあ、こんな感じで写、うん、しておりまして、あ、ここに持っておった。これもピンボケや。ピント合えへんねん、中へ出たと。そうやね、そうやね、うん、まあ、ピント合わない方がいいかもしれん。そうだね、で刃先にな、いっぱいおってさ、うん、でこっちよ、もうこれボロボロ、やべえな、ボロボロよこれ、ひどいねこれ、すげえよこれ、ほらもういっぱいたかってんの、ひゃーね。もうママこれ見てないからね、ママ、まあ、昨日のあの現場の現状を見て、うん、まあここなんかほらもう一段低くなってんの、これみんな虫に食われて低くなってんな。そういうことね。えぐかったよなこれな、うん、もうこれじゃいかんということで、まあ、今日はね農薬をまこうかと思いまして、はい、まあ一応ね、アリオン乳剤、はい、ネギには一応効くみたいですね、うん、ネギはまあ、白一文字与党は2000倍、うん、7日前まで使えます。3回使えます、うん、で一応ね、このね、アディオン乳剤は、結構いろんなものに効くのよね。そうだね。で農協でもホームセンターでもどこでも結構売ってる、売ってるね、普通の一般的な農薬でね、うん、アディオスとちゃうよ、アディオス、アディオスとちゃうから、アディオン、アディオン乳剤は優れた残効性と特異な効き作用を示しますって、はい、速攻的ノックダウン効果を示します。ノックダウン、うん、結構ね、いろんなものに使えるんで、うん、うちはいろいろよく使うよね、うん、まあ、害虫発生初期、初期は無理やな、一応な、ネギの白い一文字与党の防除に使用する場合は食入り前の、弱齢幼虫期に散布する、うん、もう結構成長してしまってます。しまくってるよ。もうしゃあないね。もうあそこまでいっぱいになると思えなかったからな、うん、まあそんな感じで、アディオン乳剤ね、はい、これを巻くんですけど、はい、プラス、プラスこれなんだかわけわからんか、わけわからん、これね、カスケード乳剤、はい、これも一緒に巻こうと思って、もうちょっとね強烈すぎるんでね、ほう、あ、虫がね、うん、カスケード乳剤、カスケード乳剤は、脱皮阻害作用、ね、と、メス成虫処理による産卵、酸化卵孵化抑制という、うん、特異な殺虫効果。要はあの卵を帰らせないとか、うん、脱皮を阻害させるとか、うん、そういう効果があるんで、いいね、まあ、思考的やと思うのよね、うん、思考性だが残効性には優れてます、うん、でもむごいよね、
まあな。まあそういう。脱皮させないって。そう言われたらそうかもしれんけど。それはまあもうむごいというかもう、まあ、あんだけ食う方がむごい。そうね。まああとはね、これは水なすはあかんでね、つこたら。ああ、そうなんだ、うん。一応ね、これとこれ混用ということで、2つ一緒に混ぜて。すりを混ぜて、うん。ネギはね、混用してもいいみたいやったんで、はい、混用表見たら OK って書いてあったんで。混ぜて、で、両方巻きました。はい。で、もう巻いてきたんですよ、実は。うんうん、で、巻いてきてね、もうこのいつもこの巻いてる状態をちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんとか言って、取ってるけど、あんなんいらんやんですよ、ね。ああ、まあね。うん。俺は前からいらんな思ってて。じゃあ。で、取ってきた様子が、ですね、これですね。今、巻いた後なんですけど、何が何やらわけわからない。もう巻いてる時なんかな、うん、もうあのいっぱい食ってるとこあるやん、はい、巻くたびにボト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 って虫いっぱい落ちるし、であの成虫がピュー飛んでいくね、うん、やっぱり卵産んでんねん、だから成虫が、うん、まあ孵化したのかなんか、まあ、温度が高いからな、うんうん、まあ、これどうなってるかわけわからんけど、うん、ちょっとなんかわけわからん状態をずっと撮ってますけど、なんかそんだけねすごい買ったのよ、うんうん、これあのあここネギが食った穴な、穴の中とか、うん、あ上におるやつや、ネギが上に止まってるやつ今見てるけど、やっぱりピントが合えへんな、うん、ピント合わせようとして必死やけど、どこ撮ってんねんこれはみたいな。でまあもう念入りに、ただネギやからさ、やっぱ弾くかなと思って、あの粘着剤とかいるんかなとも思ったんやけど、まあしっかり巻いときゃええかなと思って、うん、でそんなたくさんネギあるわけじゃないから、そうだ、ね、まあちゃんとね、まあ、相変わらずピンボケやな、ちゃんとあの巻いてれば、まあ、問題ないかなと思って巻きました、うん、でね、倍率はアディオンが2000倍で、うん、カスケードが4000倍かをそれぞれ入れて、うん、でこのだからぐるん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 待てんな、なじゃなじゃなじゃ、ゆっくり取れるに。この辺ちょっと切って、あ虫がいっぱいもう落ちて死んでるわ、もうピントが合わない、ピンボケ、ああ動いてる動いてる、てってかてってか逃げてるわ、もう虫も落ちて動けへんやつもいっぱいおるしな、もう弱ってるやろ、弱ってる弱ってるなあ、いやもうあっちこっち死んでる虫が、えぐかったもんね、うん、いっぱいやもうほんま、うんこもいっぱい落ちてるわ、うんうん、でねあでもちょんちょんってやって、ちょん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 、いやでこの青ネギ自体は植え付けの時にアルバリン由来やったから、うん、間違ってたら違うの、はい、間違ってるって出ます、まあ、てなかった、あ落てたら出ません、で前回兄貴乳剤を、はい、2ヶ月ぐらい前か、2ヶ月、うん、え違うな、そんな経ってないよ、9月ぐらいか、うん、虫が多いって前で、そうそうそう、でそのまま放置してたら、うん、また虫がそういっぱい湧いてるのはしてたんやけど、さらに放置したらえらいことになってて、はい、今日なこのアディオンとカスケード混用の場合は2カウントやから、うん、だからもう4回巻いたことになるな、そういうことだよね、うん、ネギ4回も巻く巻くって異常やな、巻いたことなかったよな、うん、ついでに今日カスケードだけさパセリにも巻いといたけどな、うん、あのアゲハチョウの幼虫がさいっぱいたかってたからな、すごい気持ち悪いし、一応こんな感じで綺麗に巻けましたみたいな感じかな、はい、でこれは何や、あ虫のドアップね、これもねあのまあうちの動画でね見てくれてる人はみんな野菜作ってるやろうから、そうだ、ね、こんな虫の動画ぐらい別にあれですけどね、いやでもほらうりょ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 う動いとるよ、ほらママほらうりょ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 う動いとるよ、キモいってまあそんな感じかな、はい、で一応ね今巻いてもう2時間ぐらい経つんかな、はい、後で夕方もっぺん見に行ってみようと思うんで、うん、その時にねもっぺん締めを向こうで撮ろうかと思います、はい、はい、ということで、動画というかあの青ネギに農薬巻いたよということですね、で、はい、最終的にどんだけ効いてるか後で見に行きます、ね、まあ後でと言いながら動画の見てる人にとってはもうすぐ映るんですよ、ね、はい、じゃあ行きましょう、はい、レッツゴー、散歩後何時間だ、今何時、4時、今4時、じゃあ5時間ぐらい経ったんかな、うん、どうでしょう、どうでしょう、うん、下に落ちてんのはくるっと丸まってるということは生きとるよな、はいはい、ちょっと鈍いな、ほらほら、うんね、ほら上に落ちたポロって、
あ、もうポロッと落ちるわ。あ、弱ってるね。結構弱ってるか、うん、でもまだ生きとんのよね、ほら生きてはいるね、うん、死んではないよね。でもこっからもうにょうにょしてるね、うん、でも苦しんでるって感じだね、うん、聞いてはいる。前もそんな感じでさ、うん、で結局また復活したからさ、まああのこんなぐらいでポロッとは落ちひんけどね普通ね、うん、うん、まあまあとりあえずあれやな、みんな逃げて元には、あでもここらバッタバタ落ちてるな見てほらこの辺いっぱいいっぱい、すごいね、残骸というか、うん、うん、もう阿鼻叫喚の世界、うまいやで、すごいね、うん、あんまりドアップで映したくないのよもう散々映してるよあそうこのな、生き残ってるこっちがな、綺麗になってくれたら。このな、この中におるのよ。ああ、はいはいはい。中に。ほらほら、おるの、うん、おる。こいつらがな、まだ元気なのよ。確かにね。ほら。うん。これなんかもう。ねえ、ポロンと落ちるんやけどね。落ちるは落ちる。何しかいっぱいおるよ。えぐいよ、ほんま。やばいね。ほんまもうこのまま見て見ぬふりしようかな思ってたんや、うん。ちょっとぐらいやったらもうええや思ったけど、うん、こんだけ湧いてたらな、さすがにな。さすがにやで、ほんま。やばいね。ああ。だってもう、これ、だって、これまで伸びてる予定のやつが、この高さにそう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 なってるということは、こいつらがみんな食ったってことやからな、あれ収穫したっけっていう感じだったもんね。そうそう、あれこんな低かったっけみたいなな、うん、なんじゃこれって感じやで。やっぱりちょっとは効いとんな、効いとんな、うん、すごいな、うん、すごい状態、効いとる効いとる、これで復活してくれりゃいいんやけどね、ネギがな虫じゃなくな虫はもうやめてくれ。ポロポロ落ちるは落ちるな、落ちるね。まあな、一応残光性の強いアディオン乳剤で、うん、直接かかったやつはやっつけて、はい、うん、でカスケードでね、脱皮阻害プラス、うん、卵をやっつけて、そうやな、これで、寒い時期に向かっていくから、もうこれ で、うん、農薬は終了にしたいんですけど、うん、ね、まあえぐいな、どうなることやら。青ネギこんなん初めてやな、ね、ああ初めの頃こんなな、うん、あの終了1年目2年目3年目ぐらいは農薬のことあんまり分かってなかったからさ、うん、秋になったらこんな風にボロボロにされてたよな。確かにね、インゲンとかな、うん、インゲンでも今から思ったらそんなに虫つくかえっていうようなレベルの野菜でもボロボロされてたよな。確かにね、ヨトウムシほんまエグかったもんな。エグかった。あとあのナッパはとりあえず全部葉っぱボロボロされてたな。そうだね、レース状になったね、なってたな。そんなこと思ったらまあ今はな、農薬そんな使ってないんやけどな、うん、綺麗にできるようになったんやけど、ね、ここは久しぶりにやられたな、ね、えぐいわほんま。うちだけかな、どうだろうね、よそも、まあ、みんなこんなんやろな。でもみんなちゃんとしてるんじゃないのちゃんとしてるって、ね、農薬を、あ農薬かけまくってんかな、うん、ここまで来る前にまくよな、うん、そう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 忙しいね、いろいろと、もう青ネギごときやってられへんね、うん、いやもうこんな農薬なんかまかんでええと思ってるからさ、青ネギなんか。そうだよね、そう思ってたらこんなことになってっからな、ね、セミやこれ、もうほらもういっぱいおるな。いや昨日おとついか、はい、来てな、手で潰そう思って、うん、潰れへんな、キリがないよな、今度は無理やな、うん、もうあのハサミがなんか色変わってたもん、そう、もう気持ち悪い、そうよ、虫がすごいな。まあまあそんな感じで、はい、多分これで大丈夫と思います、はい、で一応な、どっちがアディオンが7日前、間違ってるかな、うん、カスケードが7日前かな、うん、でどっちかが14日前やね。おお結構やね、うん、14日間かあの収穫できへんねんけど、うん、ほんなん14日で収穫できると思えへんわ。そうだね、
だからもう12月ぐらいの目標に考えてりゃいいんじゃない。そうだね、うん、あの端っことか12月ぐらいになったらまともになってるよ。そうだね、うん、こんだけいかれたらな、うん、まあ、でもネギ強いからな、ね、絶対復活すると思うけどな、うんうん、年末にあと今年1回取れればいいなぐらいで。ほんまやな、うん何のために早植えたんかな。早く植えて何回も取ろうって言って、ね、頑張ってやったのにな。意味ないな、もう全然やな。あ、でももうこいつら丸まってから復活せえへんな多分ね、うん、うん、このまんま五輪中じゃない。五輪中でね。いや、しかしまだいっぱいおるな。えぐかったね。いや、えぐいな。まだいっぱいおしるえぐいわ。すごいね。また服とかについてたもんな。そう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 。パパの背中いっぱいおったで。マジで、うん、2匹ぐらいチュルチュルしてる。いつよ。だいぶ前だよ。でもだいぶ前か、うん、だからピッて落としたよ。ほんま、ありがとうございます、うん、ああもうでもどれもな息の良さがないな。おー虫にね、ボトって落ちて、うん、もうそれっきり動かないみたいな ね、うん、ちょっとこいつ辺動いてるけど、その初め巻いた時はさ、バーって巻いたらポトポトポトって落ちてさ、うん、結構ピチピチピチみたいな、おー、うん、動いてたんやけど、うん、で落ちたやつもだいぶ多分上戻っていったんやと思うんやけど、はいはいはい、戻ってる間にもだんだん薬効いてきたんじゃない。そういうことやね、うん、ねえまあムシムシちゃんたちは必死で生きてるんでしょうが、まあ、こっちもあの必死ですんでね。そうですよ、虫に食われてる場合じゃないんで、はい、まあやっつけますけど、はい、まあ、今年はちょっとねいろんなところで多分虫が多いと思うんで、うん、まあ今回はね、アディオン乳剤っていう薬とカスケード乳剤、どっちもまあ農協なり、うん、ホームセンターとかでも大体売ってると思います、うん、ちょっとカスケードが売ってないとこあるかもしれないけど、うん、まあ一般的な薬なんで、うん、まあそんなに劇物とかそういう、うん、そういうやつではないので、うん、まあ普通に使えると思います、はい、うちは今日はそれを使って青ネギをムイムイをやっつけてみました、はい、さあこのまま復活するでしょうか。どうだろう ね、 ね、そこを動画でちゃんとやれちゅうけど、まあまあまあ2週間後ぐらいにまた青ネギってやってると思います。はい、はい、ちゅうこですな、うん、おしまいでございます。それでは皆さんさようなら。